決勝戦選手の入場です。ワンピー側、関東エリアフラポアゲオ店代表マスターズ。ツーピー側、東京エリアクラブセガ新宿西口代表チャンピオンロード。さあ、いよいよこの2チームのどちらかが頂点になります。今の気持ち聞いてみたいと思います。一昨年戦った仲間が、まあ、ちっちゃいまして、僕がなぜか残っちゃってるわけですけど、そいつらの代わりにそいつらの魂を連れていきます。まあ、あまりないんですよ。意外と弱いな。はい、頑張ります。決勝。さあ、そして対する、まあ誠なんでそれだけです。まあボス君がいるんで大丈夫でしょ。ボス一択で。それでは席の方へ。はい、それでは皆さん、僕もちょっと声が出なくなってきたんでね、いい試合っていうのは実況なんかなくても盛り上がると思うんで、みんなで声出して決勝戦盛り上げてください。はい、それではね、いきたいと思います。ストリートファイター3サードストライク投撃06ファイナル決勝戦、レディーファイト。さあ、先鋒対決、マッチゴーキとスペジエケン。さあ、決勝、先鋒を託されたこの2人、まずは 2P マッチが仕掛けていく。さあ、スペジエ気合で脱いでいる。第5昇竜から中大ターゲット脱いでる。スペシャルは一味違うんだと。おっと、対空に豪昇龍召し立つ。おっと、マッチが豪ザンク巧みに使って、まずは1ラウンド目先制。さあ、またもマッチ攻撃。どうする。おっと、直で投げに行く。 EX 波動拳から投げ。さあ、どうする。おっと、魂の大昇竜拳から最後は中足、そして最後かかってきなまでワンセット。ファイナルラウンド。さあ、どうする。豪昇龍、マッチも気合い入ってますよ。キャラクター的にはね、若干剣有利とこのカード言われてますが、マッチもね、剛気使いの中ではトップクラスの腕を持っています。おっと、得意の垂直ジャンプで滅殺光波動削っていく。先鋒戦を制したのはチャンピオンロードマッチ。
スペジア暴れないで。さあ中堅ここでニット登場、先方のマッチコーキー、そして中堅のニットのユンです。さあ画面端、展開が早いがどうする、大盤100機発動していく。さあマッチガンガード必要経費でしょうか。おっと目の前でマッチ合計、多分気持ちよくなってるんでしょう今頃。ファイターズレディエンゲージ。おっと足が前屈、下段引っかかってプロキンから、さあ様子を見て、あーっと下段食らってしまう、今度はニット取り返す。ファイナルラウンド、おっとアシュラセンク、さあゴーザンクから下風呂から中足竜巻豪昇龍拳、落ち着いて最小ダメージ移動投げから、さあ勝負どころ、ガードして瞬動殺、まさに一進一退中堅対決。さあチャンピオンロードも中堅落ち火投入。2人ともね、色似てるんですけど、赤い帽子の方がねニット、黒い帽子の方が落ち火です。お互い中堅ですよ。先に発動していく、投げが決まる、さあ今度はニットが発動していく、ターゲット絶唱、あっとリーフアタック、落ち火はブロッキングを入れたのか。さあ発動、落ち火コンボがしっかり決まって、シューキックハイジャンプ、発動していくニット、先に大将を引きずり出されたのはチャンピオンロード。サード界の風雲児ボス登場、勝負だ。さあニット対ボス、ニットは中堅、ボスは大将です。さあこの跳ね臭い前方転身があることによってユンが最強と位置づけられています。誠は一発がある、
ズワニットが先制。チェストからゲダン、リエクトロシェ。さあどうする。画面端からは緊急回避されたが、ニット中段よくガードします。さあ奥へ、おお中段全てガード。ビープアタックはねちょっと発生が遅いんで、ブロッキングでも狙ったんでしょうか。今はさあニットがいく、さあボスも緊急回避。ダッシュ投げも抜ける抜ける。さあそう決まるが、ターゲットゲージ決まった。優勝はマスターズ。マスターズ優勝です。中心へどうぞ。ああ達人なんで勝っちゃいました。ありがとうございます。うわダメってこれ、ちょっとありがとうございました。MOV が強くて、ステージでも仕事たくさんしてくれたので優勝できました。優勝チームにもう一度大きな拍手を。